うまい。夜髪型どうしよう。寒いだよめっちゃ。いやいや、ちゃんと歯磨きするんで安心してください。納豆わっ、公園ありがとうございました。ペンライトめっちゃ綺麗だった。最初1周年です。ちょっとね、さらば純情のメンバーは明日なので初日でも、たくさんまたぎのメンバーに支えられて今日もできたので明日楽しみですね。初日みんな頑張ってほしいな。全然見に行きたかったんけどさ、私一日中お仕事で見に行けそうにないんですよね。アーカイブで見ようかな。納豆おいしい。うん、配信で見たら見れたらいいな。うん、もうやりきった。今日はね、ジュックローネとパンは昨日推しの子の漫画の完結見ちゃったんですよ。昨日推しの子ね、私の子はアニメでちょっと見てたんですけど、漫画完結したって聞いて、漫画をね読んじゃったんです。めっちゃ良くてボロボロ泣いて昨日。いや、なんかこといっぱいあんのに卒論もあったし、なんか他にもちょっと動画の編集にちょっと期限が決まってる動画の編集が結構あって今、まあでもその空き時間にね、おじの子見たんです。だから今日はジュックローネとパンは、まあ少年の役なのでアクアになりきってやったら本当に人をなんかあれしそうな顔になってるかもしれない。めっちゃ良かった推しの子、ちょっと実写化見ようかなって映画思っちゃいましたね。アニメも、ま、もう一回見ようかな。うん、アクアも芸能の役やから性格だけ照らし合わせてやってみました。師範は今日ナミタンにちゃんとね我慢してそうですよ。でもなんか終わった瞬間アミのこと吸ってました。なんかすごい距離感でした。いやマジ公園、非常力公園の時納豆めっちゃいいんですよ。量もめっちゃいいし塩分取れるし、メーカー部下納豆持ってくるのが一番いい。非常力私食べ過ぎたら公園できなくなっちゃえばやから、お弁当の白ご飯だけ基本食べるんですけど、納豆ご飯にしとけばエネルギーつくし塩分取れるし
めっちゃいい塩分もほんまに汗かくからさ、カラッカラなるんです。うん、皆さんリンドのポップアップやってるんで、もしフィリオル公園の空き時間ある方行ってみてください。めっちゃ可愛かった。男性でも着れる服もいっぱいあったし、うん、朝それツイートしようと思ってたけど立ち位置確認しすぎてツイートできなかった。ネバネバですよ、めっちゃ美味しいで納豆。分けて食べそう、一緒にこぼしたらあかんから。うん、嬉しい。ネバネバしてる口の周りおにぎり侍見てくださった方ありがとうございました。ぜひシノビーのもぐもぐパークに行きましょう。めっちゃ美味しいから、ほんまに。もうさ、高校生たちのさ、なんかドキュメンタリー見て、もうなんか改めて食、こういう番組がもっと広まったらいいのになってめっちゃ思ったし、なんかこうやって育ててくれる方がいるから私たちはご飯食べれてんねんなと思って、もう感動しちゃったな。私はね、卒論は全然食関係じゃないですよ。結構心理学部なんで、今やっと分析終わった感じです。結果を書いています。さて間に合うのでしょうか間に合わないっすかね、もうでも間に合わないかもしれないんですけど、袴は選びに行きました、卒業式の。あー、もうどうしよう、本当に合間縫って学校行くしかないんですよね。もう毎日自分の顔を叩きながら起きながら書いてるんですけど、うん、書いても書いても添削くるから、なんか誰か書いてや、留年なら、もう留年やったら墓もせっかく予約したのにってなります。でも袴はちょっと意外な色にしました。なんとか、まあ、まあね、なんとかさせますよ、なんとかはすんねんけど、ほんと大丈夫かな。袴姿載せれたら載せますよ。卒業できたような話ですよ、本当に皆さん。
本当に卒業できるよ絶対って思ってる方いらっしゃると思うんですけど、私本当に卒業できないと思ってるレベルでやばいと思ってるんでまあ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 最悪ね、また留年という形になるかもしれないですが、頑張っていきたいと思います。できるんかな、頑張ります。いやー私グラフも読まれへんからさ、もう読まなあかんねんけど、泣かないです、頑張ります。空き時間とかに、神様ありがとうございます本当にこれでなんかぬくもり感じるな、近重さんが鉄分買ってきてくれた、私貧血持ってるから肥料力公園鉄分ないと気失いそうになるんですよ本当に飲んだんやけどな朝、優しい袴姿なかったら差しといてください本当に倒れないですよ、ケアはちゃんとするタイプなんで。そう頑張ります、夜も鉄分はね汗で流れていっちゃうんですよ、だから私汗かきやから人より多く取らなきゃいけないんです、本当に分かってるんですけど難しいですよね、今日もめっちゃ汗かいたし、でぼーっとしちゃうんです、やっぱ血に頭に血のぼらんかったらぼーっとしちゃう、ケアは大事うー確かに納豆にひじき入れるのいいな、ありですね。こんにちは。手汗はね、私冬は末端冷え性なんでめっちゃ手冷たいです今。はい。手汗ないです。ぐり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 。納豆七味いいね、確認してない、垂れ目無理、納豆にアボカド美味しそうやな、あ来月から鹿の足跡のアプリ、奈良のアプリ、公式アプリ、奈良市の公式アプリが私も指導すると思うのでぜひチェックしていてください、その記事は一昨日書き上げました、分からへん、めっちゃ誤字脱字してるかもしれないそれも書き上げたのでぜひ読んでください、納豆は引き割りなんかな、コツなんか、ちこ普通のやつです、いつもインスタ2つどう開けてるの、インスタはね1つはまあいつも通り大阪とか、でも私動画にするものです、もう本アカウントはインスタラビグルメ
で、サブはなんかもう動画にしやんくってもいいけど美味しかったものとかコンビニとか料理とか、あとカフェをもう本垢に載せないでおこうと思ってて、なんかやっぱカフェっておしゃれに撮っちゃうんですよ。そしたらさ、なんかちょっと見た目のバランスがちょっと悪くなっちゃうから、だからずっとスタバもカフェもストーリーに上げてたんですけど、それをなしにしてサブに上げるようにしようかなって思ってます。なのでカフェとか休憩場所とか、あとまあ自分のことも上げたいなって思ってて、まあ、別にあのインスタグラマーじゃないからさ、そういう面ではなんか難しいなって思うんですけど、やっぱファンの方にとっては多分あの服とか多分私何も発信してこないんだったから知りたいかなって思って、まあ、ファンの方に向けて自分のことも上げていけたらいいなと思ってますね。あーでもね、今月めちゃくちゃフォロワー増えたんですよ。1000人ぐらい増えて、それはやっぱテレビのおかげなんですよね。多分なんかの放送の後めっちゃ増えたんですよね。めっちゃ嬉しかった。ガーンってインサイトが、なんていうの、インサイト分からへんけど、うん、そう。あとなんか落ちないリップとかもやっぱご飯食べるときはこだわってるので、なんかそういうのも紹介できたらなーなんて思ってます。やっぱ本赤はグルメ中心かな。でまあサブ赤は自分のこ、自分からのグルメの、自分も中心、グルメも中心みたいな感じだから、あんまネイルですとかはあんまあげへんかも。ネイルとかはいつもファンルームにあげてるから、基本ちょっとグルメ絡みになるはずやけど、なんか旅も好きだから私、なんかもし行きたい国とかいっぱいあるから、また韓国とかも行きたいなって思ってるから、韓国とか東京とかのおすすめスポットとかはなんか Vlog はとか、なんか1日のグルメツアーとかは本赤にあげると思うけど、なんか Vlog とかなんか過ごし方とかはサブでやりたいなって思います。SNS なんかと本当に何個やってんって話なんですけど、いや本当に自分も最近手に負えてるレベルなんですけどまあ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 、いろいろやってます。 YouTube もぜひ本コンテンツを上げれるようにこれから週1で上げていきたいなと思ってて、休んじゃう時もあるんですけど、基本18時投稿の YouTube は水曜日に上げれたらいいなっていつも思ってます。平日のど真ん中、 TikTok とかも上げる日決めたいんですけど、ちょっと全部縛っちゃうと自分が爆発しそうなんで、 YouTube だけはとりあえず週1水曜日あげれたらいいなとは思ってます。なのでまた SNS のアカウントまとめるので少々お待ちください。 UR 本当にそうなんですよ。もう毎日パソコンとにらめっこしてます。でも楽しいんですよね。私暇な時間苦手なんで、あーこれもしなきゃあれもしなきゃが楽しいから充実感はあるんですけど、見落とさないように気をつけます。ゆいな何夜一人です。新宿のおすすめ、やっぱ東京グルメ弱いんですよね。私東京グルメ伸びないし本当に弱いから、もっと東京行った時にラベグルメしたいんですけど、新宿はね分かんない。大井町の中華美味しかったです。で今は優先順位的に卒論大学の卒業をちょっと優先順位としては高くモチベーションを上げてやっていかないと、ちょっとお母さんの首ももう締めたくないなと思いますので、お財布か、お財布もあれなので、自分自身もねやっぱもうちゃんと卒業したいなって思いますので、まず今の優先順位的には大学の卒論を書く、そして大学卒業するっていうのを目標に今月来月頭やっていきたいと思います。いやお母さんはね
全然心配してなくて、お母さんはもう頑張ってるの知ってるから全然来年も留年していっていいんだよみたいな感じで言ってくれるんですけど、優しいよね。優しくない？私そんなありがとうママってなってるんですけど、まあ、それに甘えずしっかり卒業したいと思います。大学休学させてもらってますし、はい、もう本当の本当のごめんってなった時はちょっとごめんなさいってなるんですけど、できることまでできるところまではやりたいなと思います。でもママほんまに私の心の余裕を保ってくれてありがとうって気持ちでいっぱいです。そうでもね、それはやっぱ心的に余裕ですね。ごめんって私が多分なんか卒論書けへんくって追い詰められてなんかごめんってなるのを多分分かってるから多分そうやって言ってくれてる。追い詰めちゃうから自分のこと。優しい母です。本当に感謝しかないです。はい、ということで夜公園行ってきます。よう喋ったな今日。よう喋るの私、すみません、いっぱい喋って。もう本当に右から左に聞き流しといてくださいね。ランキング見ます。13位コロワン、12位ユリイカ、11位まこっちゃん、10位ルートくん、9位しょうちゃん、8位野原しんのすけのすけ、7位ひーくん、6位ともたん、5位がひがなお、4位がひでひで、3位がしんのすけ、2位がまみちゃん、1位がひとしくんでした。1位ひとしくん、皆さんもありがとうございます。歯磨きしてきます。ちゃんとちゃんと歯磨きしてくるので皆さん夜公演も見てください。ではバイバーイ。